バカンポンプティシアター31位ということで、はい、去年一応区切りの30回だったんですけど、はい、今年、まあ、31回目新たなスタートっていう感じがするんですけど、お二人どういった意気込みで、今年の観光に臨まれる感じですか。どうですか。まずその、まあ、常日頃こう駅前のラーメン屋とか、うん、その繁華街の、天ぷら屋は、うん、どんどん味がまずくなっていくと、ね、そういうことあるじゃないですか。もうお客さんが来るんで、そうか、ね、うん、もうリピーターじゃなくていいと、うん、だからそういうことじゃいけないっていうのを、うん、ようやく去年気がつきまして、うん、今年はですね、今年こそ、うんうん、今年こそこう改革していこうと、まずこう出し物のね、順番をちょっと変えるぐらいのことはね、まあ、それくらいの変化はね、変化は見せたい、変化がないとね、まあ、それと、まあ、メンバーは全く同じなんですけどもね、うん、まあ、ただやっぱり年々やっぱりこうそのどんどん成長が、うん、特に今年ね、いろいろもう伊予くんコマーシャル出たりとか、そうだよ ねすごいこうで、ジョニオもね、うん、工場委員会でね、はい、かなりかなり神経質なところも改善されてきたし、まあ、バカ踏んだから、ね、で、井川くんもこうライブでね、井川もね、まあ、やっぱり実力つけて、この間ね、うん、僕とやってるライブね、はい、さ、もうちょっとステップアップしようってんで、宮根さん、うん、宮根誠司さん呼んだんですよ、ゲストにね、はい、宮根さんと絡んでたからね、うん、大したもんですよ。宮根さんのモノマネもやってましたけどね、そう、宮根さんすごかった、あ、それをね、やっぱりね、浴びたから、うん、井川はまたさらに今年さらに、いけるしね、うん、まああと安がまたね、うん、いい味出してきたし、あと中村芳生はね、そう、なかなか年々地味ですけどね、なかなかいいんですよ、味出してきてね、まただんだんこう笑いを、ね、そうそう、前は肉体芸だけだったんですよね、そう、今ね、なんか面白くてね、まあ、あの人言い間違いも面白くてね、この間もゴルフ行ってね、はい、ボギーです、僕ボギーですっていうのをね、うん、バギーですっていう狙ってないとこがいいですよね、なんでだったほら、うん、なんだっけあれ、この間ゲーム、去年だっけ、あれなんとかポケモン GO、 あ、ポケモン GO、 ポケモン GO、うん、ポケモン GO が流行ってるって言うんで、うん、俺ポケモン3とかポケモン4やってないんだけど5からやっていいかなって GO って GO の行くの GO なのにそれまでやってなかったから、ああいう面白さがあるわけですよ。いやー、だからまあ年々そうなんですけどね、うん、こうとはいえ3時間に収めなきゃいけないんで、そうなんですよ、これが辛いとこですよね、これがね、ではまあ、アマンダもね、はい、グイグイ来てるでしょ、うん、それからなんて言ったって稲村亜美ね、なんつったって稲村亜美が人気がね、はい、大人にもうどんどん来てる、はい、もうすごいですよ、もう一球投げるだけでチャリンですから、そうですだいたいもうね、レギュラーやってるのが中畑さんとかね、はい、うん、みんな60以上のジジイ転がしてます去年生でね、そう、投げてもらったじゃん、そうそうそうね、快速100キロ近い、うん、ね、今年もそんな場面ありそうです、今年もなんかやっぱりせっかくですから舞台ですからね、やらないとね、うん、うん、金返せってことになりますからそうです、あとうてちゃんがやっぱりね、ええ、去年から入ってもらってね、いやー、硬い、うまい、うまい、しっかりしてる、うん、うん、そのアプローチがいいですよね、芝居に対する、そうそうそう、ね、うん、あと行ってない人はいるから、あと萌えちゃんも、まあ、もう萌えぎがあれでしょ、 K-1 ガールのね、K-1 ガールの、ええ、ラウンドガールに選ばれて、そしたら急にグラビアとかやりだして、お、俺さ、ずっと知ってた人なのにさ、ドキドキしてみたグラビア急になんか急になんかちょっと遠い人に見えちゃう、おジャニーズジュニア、売れないジュニアを応援してたら、うん、グループで出てきちゃったって感じセクシーゾーンみたいな、あ、なんだっつってメジャーになっちゃったみたいなだからもうちょっとね、すごいんですよ、女子もう、これ全部生かすとなると、うん、相当やっぱこう時間も必要だし、そうね、さっきみんな成長してきたって、うん、成長してきたっていうふうに言ってるんですけど、もう男性陣が平均年齢50あ、平均50になっちゃった、平均もう間もなく50になったけど、今49とかなんですよ、そうなんだ、はい、
あの体力的な心配はないですか？それはあるよね体力的なものはあるね。でも政治家で言うとちょうどいいとこですよね政治家で言うともうダチョウはペーペー鼻垂れ小僧よ。我々はまだ60、70の鼻垂れ小僧だからそれは昔の政治家ね。今はだいぶこうね若返ってさ、うん、どこだっけ、すごい38かなんかの、あ、そうですね、若い、イギリスだっけ、はい、若いみたいな、大統領、大統領、うん、首相ね、だって森より若いんだから、うん、うん、そうですね、最年少が森と井川の44それよりも6 森44なんだ、そう森より若いんだからだいたいでも44ぐらいになると監督いるよね、うん、あ、高橋、野球のジャイアンツの高橋、そうだよね、はい、もう監督が一番下だよ、はい、横綱はもう圧倒的に年下ですね。年下でしょ。それから笑点のレギュラーも俺より下の人ずいぶん増えたもん、ね、あ、増えましたね、若返りで。そう、うん、笑点のレギュラーがだから水戸公もギリギリですよ。今度この武田鉄矢さんでしょ、ギリギリ上水戸黄門が年下になったらもうおしまいだよもうジジイだよねてか師匠がもう安倍さんが俺1個引っ越したの、はい、あ、そうですか。ああ安倍さんやっぱ若いんだね。若いの。たびたびあのこれを目標これを目標たびたび目標変えてって、うん、以前は東京オリンピック目標って言ってましたけど、そう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 、あの武田鉄矢さんより年下の水戸黄門が現れたらまだは観光に続け、そうそうそういやでも現れても続けますよだから自分がジジイになったなっていう自覚の一つの、あ、まあ、象徴ですよね。うん、でも毎年ほら、何年前だから、うん、お見送りやるじゃないですか、はいはい、やっぱりお客さんも我々と同時にちょっとずつこう上がってるんで上がってる、そんな中最近そのあのその年を取ったお客さんが連れてくるお子さんとかが、うん、劇場に、そうなんですよ、これはね大きいことなのよ、はい、だからこれはもう本当にね劇団四季と同じ現象を起こそうと、うん、あれ親子で来るから CM やってましたよね。そうそう、はい、ディズニーランドもそうですよ、うん、親子で俺もマリ連れてったけど、このマリが孫連れてってるからね、うん、もう3代で行ってるから、だからこれがそのいわゆるあの女性アイドルグループと違うところですよね。ああ、はい、言っちゃうとジャニーズさんと一緒ですよ、うん、親子でそう親子で来れる、そうね、そうあのほら AKB さんとかになるとなかなか親子、親子ではない、うん、だからまあ花屋敷みたいなもんで親子で来れる手軽に来れる、手軽に、うん、ちょっと伝統芸能にまで差し掛かってきてる感じがするんです。そうね、まあ、そう言われるともうそうとしか言えないですね、うん、だから今こう割とねお客さんのチケット代でやってますけど、うん、やっぱりもうちょっとするとやっぱ国から助成金かなんかが降りてあの文科省かなんかでね毎年やってくる。それはさ、うん、いただけると嬉しいけどプレッシャーにもなるね。まああとはあれだよね、本当に夢の話なんだけど、はい、ほらアブダビコンバットレスリングってあるじゃない、うん、アブダビの王子がさ、うん、格闘技が好きでさ、うん、呼ぶじゃない、うん、だからそのああいうところの王子みたいなすっげえ金持ちが、うん、もう観光客の誰でもいいんだよね、うん、飯尾くんのファンでもいいし、うん、見たい、とにかく見たいと、うん、続けてくれって言って、うん、毎回その、うん、お金を出してくれると助かる、まあ、他のことで、まあ、財閥でもないよね。そうそうそう、そうすると皆さんにチケット代の、うん、ほらただって言うとまだあれなんで、うん、300円ぐらいでね、ね、こう負担でね来ていただいて、で、まあ1000円出して来ていただいてパンフレットとタオルを全部つけるとかね、うん、そんなようなね感じで、うん、できれば理想なんですけどもねじゃあ話はちょっとタイトルの方に変わります、ね、はい、今回サブタイトル味方は孫だけ、うん、そうなんですよ、これをあの好きな由来を好きな方これね、うちの妻は、まあ、マリは気持ち悪いとか、俺がね、で、妻にね、なんでこの人と結婚したんだとか言ってさ、で、あと、例えばボトルをこう持って、こ上を持ってこうやってダボ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 、あんまりダボダボやるなとか、ここ持つなとか、いつも批判されるわけ
で妻はもう諦めたとか言ってるんで、まあ、そんな敵対しないかなと思ったら、うん、俺この間ね小堺君のねお住まいしてショー見に行ってきてね、でファイナルがさ4時間半だっけ、うん、ファイナル4時間半だったんだぜって言ったら、うん、何言ってんのあなたたち6時間でやってるから人のこと言えないよあなたたち、あんな長いのやってるあんなあれっつってすっげえ攻撃されてるなってあもううちの中は敵だらけだそしたら孫だけはデュッ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 ってこう、うん、俺のことを使うんだけども、なんまあ召使いのように使うんだけども俺のことを敵と見てないんだよね、うん、だから味方は孫だけどただこれがあと何年続くかだよね4年ぐらいするとじいじそんなのダメでしょとかって怒る女の子早いからあ、うん、食べ方汚いとか言うかもしれない、うん、だから今はねマリにね、おマリは俺のことが気持ち悪いって気づいたわけだよ小学校3年ぐらいの時にそれずっと気持ち悪い気持ち悪いって言ったわけだから絶対に孫におじいちゃん気持ち悪いねって糸口をね向けるなよって気がつかせるか、そう彼女が自発的に気づくまで気持ち悪いって言い始めたら、うん、でしょって言えと誘導はするな、誘導は絶対するなとむしろちょっとこう否定少し伸ばしてってくれ味方は本当孫だけなんで今家の中でまあでもね、うん、劇場行けばこう、あ、ね、劇場の人はね、まあ見てくれるんで、はい、だからまあお客様 も、うん、まあね味方っていうふうには僕は思ってるんですよ、あんな舞台をね何日もね何回も見に来てくれてねたまにでもアンケート用紙にボロクソ書く人いますよねいるねいる、あの劇団四季さんと比べたりとかね、そうお客さんのさ、うん、みんなさしかめっ面してさ、うん、何この舞台って思ってんならさ、うん、お客さんのことを考えなさいよとかって分かるんだけど、あんだけ笑ってんだよ中にはもうメモ取ってる人いるあの忘れたためにさもっとびっくりしたのはね、うん、一列目からね双眼鏡で見てる人いるユージとやってるよこうやってほらどこ見てんだよ見ると来ないだろ双眼鏡、そう双眼鏡でもねやっぱ倍率のね低いやつだったんですけどもねあの感激用のそういう舞台に対するからねのじゃないけどね、でもそうこんなアップで見るそういう人もいるんでね、本当楽しいんですけどねもうですね、ファンの方はみんな29年間ずっと あまり外に公害せずに個人で楽しんでいただいて、ね、ありがたいですね、一回ももない揉めたことないもんね、そうですね、でもクレームついたことないもんね、若干今年になってからアキラ 100% さんとあれラッキーがやってたんだよってちょろっと出ましたけどね、はいはいはい、そういうこと言わないでくれるのがそうなんだ、素晴らしいファンですよ、そう、だからもうだってまあそれはいいとして結構出してほしくないネタいっぱいありますもんね、いやいっぱいありますよ、個人名くちゃくちゃ上げて一人の人を15分ぐらいもうクソみそ言ってるからねただまあ言論の自由っていうね、はい、まあ憲法でね定められてますそうですね、うん、うん、ただ訴えられたら負けるかもしれない、うん、名誉毀損でその時も謝るしかないタイトルの話に戻りました、はいはいはい、去年はサプライズでお孫さんが最終日だけ、はいはい、でまあまあ毎年ってわけにいかないと思うんですけど、はいはい、マリさんって一番最初出たのって何歳の頃、高校生、高校生ですか、愛ちゃんの真似、あ出ましたね、ゴーシュさんのコーナーに出たのはあれなんですか、あれは中学か小学ぐらいじゃない、ずいぶんお孫さん早いデビューですね、そうそうそうただ俺が抱っこしてねあの横を行っただけだけどね、うん、いずれお孫さんと韓国に一緒に出たいっていう願望はありますか、孫が出たいっていうならもう本人に任せてますよ、ラッキーさん、杉田さんのお孫さんが団員として入ってきたらどんな感じですか、もうね大歓迎ですよ、うん、やっぱり
こう日々ね、子供たちの平和のために頑張ってネタ作ってやってるわけですからね、すくすく育って、ね、こういうお笑いのためにこう一肌脱ごうなんて言うんだったらね、うん、まあ私も全裸になって出てますからぜひ頑張ってほしいですよ。そうね、やるのかな、わかんないですけどね。もうね、アーティストの血が半分入ってます。そうなんだよね、アーティストが入ってるんで、それがあるからね、まあちょっとね、どうなるかわからないんだけど、逆に歌ネタ、リズムネタに行く可能性もありますからねうまくミックスしてね、そうそう、歌がね、多分うまいんじゃないかな。周りよりはうまいはずだよね、あの俺の遺伝子が薄れるから、孫には4分の1になるから、俺のそのあんまうまくない。でもモノマネはちょっと、モノマネはね、今ね、何歳ですかって言うと1歳ってあるじゃない、これの時もマリがね、チュースって教えて、おチュースはってやってる。あとね、あと右肘左肘もう完全にリズムネタ言ってるじゃないですか左肘トゥル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 。あとね、あとこういうふうにやるのよ、なんかわかんないんだけど、こうやった時にたけしさんに言ってたから、アンビリバボーって言ってみんなで笑ってたの、そしたらアンビリバボーって言うためにってやる学校ですね、もうね、そう家がで、マリがそれを仕込んでんですよ。だからやっぱ環境でそういう面白いことやる。あとはこの、俺のジージーの顔してみやっつったこうやって笑う、でもみんなが笑うから今からそれだと そのまま成長したらすごいレベルになりますよ ね、 そうですね、顔ネタから、ね、リズムネタ、歌ネタ、モノマネ、本格的に観光技術者とか接収されるかもしれないです、ね、わー楽しみですね。これどうなるのかねいつまでできるんだろうね、観光機 ね、 ね、 これから新しい人を入れるみたいな、そのお孫さんが入るまでに新しい人入れるみたいな構想はないんですか。いや、いろいろあったんだけどね、ほら、ターハイじゃん今の人たちが。だからね、まあだからあの安全漫才とか、ね、ドブロックとか、それから流れ星とかもさ、本当入ってほしいんだけど層が厚くなるから、だけどなんかもう逆に散らばっちゃうかなと思って、オールスターが出てきちゃって、だからそれよりは今のメンバーで、こう、今の色でね、今の味ですよね。そうそうそう、でもね、考えてみたらもう、みやぞんは無理忙しくてもう稽古も来れないし、本番10日間抑えるのは無理、だから本当にゲストで1回もゲストで1回出てもらいたいとも思うんだけども、それすら無理じゃない、すごいわ、もうピンクレディーの売り方ですよ、すごい、もうだからまあ面白い子いたらどんどんね出していきたいんだけど、勝手に売れたからみんな、そうですね、だからまあ最初は本当に観光金って若手育成枠だったの、ありますね、それね、みんな見に来てくれて、そうそれで、はい、ところがもうみんな上手くなっちゃって、それで新しい若手入れようかなと思ったらみんな勝手に成長してくれるんで、だ養成所行かなくていいっていう、観光金養成所いらないっていう、でもやりたいことだけやってね、そうあとあれだろうな、真剣佑は今後、観光金に出たことは、削除するんだからでもあれね、ゲスト出演だからいいのよ、レギュラーじゃないから出たことになってないの、ゲストだから。ずいぶん楽しくやってましたけどね。そう、まあどよめいたよね、彼の美しさに、客が、そうですね、うわかっこいい、かっこいいってね、それまで一番のイケメンは平子さんだった。そしたら平子普通の人だったね、ただの普通の親父みたいになって、そんなかっこよくなかったね、あれイッチーとかいたからね、イッチーゴーシューいたから、平子すいません、
カギさん、どうもジョニオがモデルになりました。あら何それ。いや、このあれでサムラゴーチだって。あのスカパーテレビスカパーテレビガイドっていうので、はい、なるほど。日本に嘘が足りないすごいこれジョニオそうです。すごい。こういう仕事もやってるんです。フェイク、あの今度スカパーでフェイクが放送されるんで、それのまあ番宣というか PR で。なんかかっこいいね。かっこいいね。超絶すぎいいね。いい。ちょっとアーティスティックいい男なんだよ。ジョニオってそうだよな。うん、デビッドボーイだからな。そう。ただ今ジョニオね、パターのね、あのね、フォームがね、ミッシェル、ちょっと前のミッシェル・ウィーなの。うん、あのね、普通パターってさ、こうとかさ、青木さんがこうじゃない、はい、あいつどん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 球に近づいてって、はい、今、ジョニオのパターってこうなの、はい、で、ミッシェル・ウィーがね、一時ね、悩んじゃって、背が高いから、183あるから、こうやって打ってたの、ね。でもそれもやっぱり彼女気づいてやめて今普通なんだけど、うん、ジョニーは悩んでそうなったんですか。そう、あどんどん近づいてっちゃう。それでジョニーはこの前あれですよ、名言飛び出しましたね。あ、ジョニーの名言なんですか。なんかうまくいかないわけ、ちょっとこう、はい、ゴルフもうまくいかないし、うん、人生も思ってるよりもなんかこう自分が思い描いたものとちょっと違うらしいの、うん、理想と。でもいいんですよ、うん、これはあの練習ですから。練習、この世は練習なんだって今。お、死んでから俺の本当の本番が始まる。そう、これ今予行演習なんだ。練習、そうだからいいんですよっていうの。すっげー考えだなと思って。死んでから、本番始まれるわけです。そう、あちょっと似てるよね、あの仏教の考え。あ、仏教は修行、今いい、うん、いいことをしておけば、うん、だからちょっとジョニオの場合はダメなのが、うん、仏教の場合はいいことをしするっていう修行をして次来世がいいじゃない、うん、あいついいことも別にせずに、うん、ダメならダメでいいんですよ、どうせ本番次ですからっていう、ちょっとあいつのダメなところがあるあ先送り。そう、あと練習の割に、観光期の本番が始まる直前すごく緊張してるんですけど、それタチなんだよね。もうウドと、もうジョニオはすごいよね、うん、緊張の仕方。もうウド君はでも緊張するけど、それカッと超えて、そうスコーンっていくじゃないですか。あの緊張をね、うん、なんかあれがバネになってるんだよね、うん、ジョニオ場合稽古場ですごくいいのに緊張でちょっと戻されるとかありますよね。どうしたんだろうつってみんながヒヤヒヤすることが。いや、あれが不思議なんだよな。これ以前ね、ウドってね、いつもね、えずいてるわけ、うん、ね、うわーっと本番前で、ある時あのキャイン 100% だったのかな、あのキャインで司会やってるからトイレレギュラーで、トイレ入っておしっこしてたら個室からウドのルーンうわっって声が聞こえるの。あ、大変なんだプレッシャーっつって、それであんまり話しかけないようにしようって言って、本番が終わってからウドやっぱりすごい緊張してトイレでウルーって言ってたら、すいません、あれ自分のうんこが臭くて気持ち悪いですすいません、座長に誤解させてしまってすいませんとか、もういいわっつって、なんか酒飲みすぎてうんこが臭かったなって。今年も個性的なメンバーが楽しそうですね。だからね、観光金ってね、やっぱりさ、去年やっぱり一年一年必死でやるから、うん、終わるとすごい安堵感があるわけよ、うん、やっと終わった、無事に終わったっつって、あでもまたすぐ来るなーって言ってすぐ来るのかーって言いながら、前9、10、11時開けると、あまた来るかー、プレッシャーだなーと思って、みんなで集まるじゃない。そうするとさ、ラッキーがいてさ、ウドがいてさ、イーヨーがいて、天野もいてこれはどんな本でも面白いやん。あ、これ大丈夫だ大丈夫だ、別に力のある人たちがいるから
設計図なくても家建てられるそういう意味では安心。ああなるほど、うん、ありがとうございます、うん、じゃあ最後に今年の31回目に向けての意気込みをいただければ。意気込みね、はい、あのどうですか意気込み。やっぱ、街のエネルギーがすごいんでね、あの新大久保の、うん、今まであのエネルギーに勝てたなっていう実感がないんで、うん、ぜひ31回目の今年はあの街の雑多なエネルギーにもぜひ負けないように頑張りたいなと。そういう意味ではもうやっぱりね、なんか満足感ってのあるじゃない、うん、でやっぱお客さんがうわー満足したと、それやっぱりね、新大久保の王将の餃子を食べた時ぐらいの満足感に持っていきたいんだよね。あれ楽屋で食うとうまいよね、めっちゃうまいんだよ王将の餃子だ。王将の餃子を目指します。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。